はい、770回始めます。2月6日夜でございます。今9時過ぎかな。ゆっくり喋ってたらやっぱり9時ぐらいになるんですね。9時過ぎです。今回770回、2月6日ですね。また再生リストの、宣伝、再生リストだいぶ充実してきたんでね、例えば10回分とか20回分とか連続で聞けるんでね、便利な機能なんで、暇つぶし暇な時ありましたら再生リスト使って長時間聞いていただけると便利かなと思いまして、再生リスト宣伝させてもらいました。ありがとうございます。770回、これはね ANN だから、テレ朝系のニュースですね。テレ朝ニュース、元徴用工問題をめぐる日韓交渉は最終段階に入ったと。で、韓国メディアはここですね、韓国メディアは2日東京ドームで、3月10日に開催されるワールドベースボールクラシック WBC の日韓戦を岸田総理と韓国のユン・ソニョル大統領が一緒に観戦する案が浮上したと、また、韓国政府が、元徴用工問題の解決策を2月中に正式に公表すると、伝えたと、いうことで、韓国メディアが発表していると、岸田総理と韓国のユン・ソニョル大統領が WBC の日韓戦を、一緒に観戦するという案が浮上したと韓国メディアが報じているのをテレ朝が報じているというんでね、もう本当にね、テレ朝はとか、TBS 系もそうですよ。なんでこんな韓国メディアがね、勝手にこんな案浮上してないですよ、おそらく。で、これを即座に松野官房長官は3日岸田総理と試合を観戦する計画があると韓国メディアが報じたが、それはそんな事実はないと、否定したと、ピシャリとね、松野官房長官。多分これあるわけないですよ、韓国メディアが勝手にね、案が浮上したなんて言ってますけど、浮上、なんていうのかな、勝手にメディアがね、そんなことがあったらいいなって言ってるだけであってね、それをね、そのままテレ朝がね、流すっていうのは、どうかしてますよね、これ、本当にテレ朝とか TBS もそうですよ、はい、よくあるんですよね、このパターンね。実際にこれ WBC 一緒に観戦するなんて、日本と韓国の首相が、こんなことしたら本当に、それこそ岸田首相、支持率低下で、大変なことになると思いますよ。この徴用工問題だって2月中に解決策を韓国側はね、示す、公表すると言ってますけど、こんなんどうだっていい話であって、もともと徴用工問題、2018年に、韓国の要は最高裁ですよ、韓国大法院っていう日本でいう最高裁が日本企業に対してね、賠償を命じる判決を下したと、最高裁がね、ここに端を発してるわけでね、2018年にもう勝手に韓国の裁判所で、ね、こんな判断下したからって日本関係ない話で、で韓国の法律最高裁がそういう判決を下したということを日本拒否してるわけだ、こんな賠償ね、それでいいんですよ、そのままほっとけばいいだけで、これ問題の解決案をね、韓国が用意したなんて言ったら、そんなの勝手に解決案用意するなり解決案用意しないなり、もう勝手にしてくれよということですね。で、賠償しろって言うんだったら、日本は進出してる企業がね、戻ってくればいいだけの話だし、関係をね、手切っていく話だけなんでね、日韓関係、どんどん薄まっていっていいんじゃないかと私なんか逆に思うぐらいで、この判決だってムン政権って言ってね、超絶反日政権のムン・ジェイン大統領の時の判決ですんでね、こんなのにね、日本はね、いちいちね受け答えする必要もないわけでね、こんなのほっときゃいいだけで、あともし WBC とか、ワールドカップでもそうですよ、日本と他の国の、首相なり大統領が共に平和の祭典でね観戦してって言うんであれば、日本と韓国の大統領の、日本の首相と韓国の大統領がね横に並んで観戦するっていう前に、
例えば日本とアメリカとかね、うん、日本と台湾とかね、 WBC だったら、うん、岸田首相とバイデン大統領が並んで観戦するとかね、決勝とかで、あと日本と台湾の総統ね、岸田総理と台湾の総統が横に並んで観戦するとかね、まあ、決勝でもいいですよ、準決勝でもいいですよ、それなら分かる、順序としてね、うん、なんで日本と韓国の大統領が隣でね、いきなり開幕戦かなんか知らないですけど、ワールドベースボールクラシック日韓戦でいきなり観戦しなきゃならないのって、これどっから、そんななるわけないじゃん、今の日韓関係でどう考えたって。そんなことをテレ朝がね、ニュースで報じてると、こんな案が浮上してると、韓国メディアが報じてるとね、えこんなニュース何報道することないんだってばっていう話ですよ、うん、困ったもんですね、本当にテレ朝は。はい、まずもって、うん、で徴用工問題ね、今ユン・ソンニョル大統領の方で、向こうの方で本当に解決に向けて動いてるみたいですけども、日本は別にこんなの気にする必要ないっていうのかな、もうこの件に関しては無視、一貫して、1965年の日韓協約、うん、これでもう全て解決済みという立場、なんで、もうその一点張りでいいと思いますよ。勝手にこれね、韓国の方で盛り上がってて、眠っていた問題というか、そもそもない問題を掘り起こしてきてるわけなんでね、これはほっといて、問題なしの案件だと思います。あと、それよりあれですよね、対馬の、うん、仏像とかね、この徴用工問題の他にも、対馬の、ね、仏像、早く返せっていう問題、あと、慰安婦の問題っていうのかな、これももう、まあ、もうフェードアウトしかかってますけど、問題ないですからね、慰安婦の問題も。これももう徴用工問題と一緒ですよ。うん、相手側の土俵に乗る必要はないっていうこと、あと、まあ、竹島の問題ね、竹島、うん、これはまあなかなかね、日本側としては触りにくい問題ではあるんですけども、まあ、日本領であるよというのはね、定期的に発信する必要はあると、うん、まあ、あとはね、まあ、竹島に関しては今の、うん、まあ、米中対立っていうのかな、こういう状況の中で、うん、こっちからわざわざね、竹島問題、出すこともないっていうか、一応韓国、うん、アメリカ側ついてる方ね、米韓同盟ありますんでね、うん、すると、まあ、日米同盟もあるんで、一応アメリカの顔もあるんでね、こっちから竹島問題をね、大騒ぎする必要も今のタイミングではないかなと。ただ米中対立が先鋭化してね、もし韓国が向こう側につくようであれば、竹島問題も日本はぐっと、表に出してもいいのかなっていうふうに個人的には思いますけど、今のタイミングでね、竹島のことをね、日本から、うん、出す必要はないかなと、竹島に関しては思います。向こうからね、またね、大騒ぎしだしたら、ピシャリと、うん、要所要所で竹島は日本の固有の領土ですよと、うん、いうぐらいは言っていいんじゃないかなと思うんですけど、ということです。もう本当テレ朝のこのニュース毎回ですけど嫌になっちゃいますよ。この韓国メディアがこう報じてるとかね、こういう案が浮上したっていうような、もう勝手に、うん、この徴用工の判決もそうですよ、勝手に向こう側でやってるんだから、ほっとけばいいんですよこんなの、うん、報道する必要もなし、うん、で勝手にね、韓国の大法院が判決下した徴用工問題、これもうん、向こうで判決下したんだから、日本関係ないんだから、この判決、うん、あくまで韓国国内の話なんだから、うん、日本企業賠償しろっていうなら賠償させればいいんだってね、うん、それで日韓関係壊れたっていいんでしょっていう話なんだから、うん、こっちは壊れたっていいんだから別にっていう話ですよ、うん、まあただね、今のタイミング、韓国もきついですよ、半導体、うん、サムソンとか半導体価格が暴落してるんでね、今すっかり安くなっちゃってるんで、いい時はいいんですけどね、半導体、うん、サムソン、あと SK ハイニックス、韓国企業の屋台骨ですよ今や、この半導体、うん、これが崩れかかってるっていうのもあるし、あとまあ日本もそうですけど、原油高、燃料高、穀物高でね、韓国の物価も上がってて大変だっていうのはあるし、あと日本と違って韓国の場合ね、不動産価格
これがもう高騰しまくっててね、庶民じゃ、庶民の給料じゃね、マンション一つ買えないよっていうような状況、うん、これおそらくバブルみたいになってるんでね、そのうち弾けると思うんで、あともう、まあ、日本もそうですけど、これからね、まあ、スピードで言ったら韓国の方が少子高齢化加速度的にね進んでいくんでね、日本を追い越す勢いでこれから少子高齢化進んでいくんで、きついと思いますよ韓国の将来。これから目先10年20年30年日本よりきついと思いますよ、落ち込みっぷりは。うん、その時にね、まあ、泣きついてきますから、うん、日本はそれでも相手にする、そんなまともにね相手にする必要ないですよ、こっちから、少なくともこっちから相手にする必要はないんで、韓国に関しては当面放っておくのが、うん、いいんじゃないですかっていう、国際関連ぐらいの挨拶するぐらいでいいと思います。はい、ということで、770回、テレ朝のねとんでもない報道、うん、こんな事実あるわけないじゃんっていうね、どう見ても明らかに、うん、するわけないんだから、こんな日韓首脳が WBC 日韓戦感染する、一緒に感染するとかあるわけないんだから、であったりしてねないと思いますよ、うん、終わりにしたいと思います。770回ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。